皆さんこんにちは。マクロトゥマイクロのお時間がやってきました。この番組は日々の暮らしの中で湧き上がる問いや思いなど、さまざまな話題をテーマに、マクロの視点とミクロの視点を行き来しながら語り合う番組です。今日もこの3人でお送りしています。私は、イラストレーターとパーマカルチャーデザイナーをやっています、浜松在住の川村若菜です。はい、風紀工房と風紀書房となどをやって、暮らしの自給の模索をしている富田貴文です。自然農をやってます、ビッグファミリーファームの陽地です。今日もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。この放送を聞いている皆さんは7月14日の満月頃ではないでしょうか。梅雨が明けてるのか梅雨入りしてるのかちょっとわからないですが、今日の収録日は2022年の6月の9日でお送りしてます。前回の放送からね、なんかこの、いつも収録始める前に3人でチェックインっていう近況報告をし合うんだけど、まあ今時点では、九州の方も、私が住んでる東海の方も関西も梅雨入りしてなくって、なんかお天気もいいから、結構外仕事がたくさん盛りだくさんで追われてるねっていう話をしていたんだけど、うん、梅雨に入るぞみたいな追われてる感もあるし、梅雨入りが遅れるといろいろなものが豊作になって、それの収穫で追われるというね。ちなみに若菜さんは何を収穫してますか？そう、なんか私は、まあ、知ってる人も初めて聞く人もいるかもしれないけど、浜松で8年目の食べられる森フォレストガーデンっていうのをやっていて、まあ結構普通の森のような菜園って言ってもらったら分かりやすいかなと思うんだけど、結構8年目になってきているので、今まで植えた果樹とか低木とかそういうのがもう成熟してきてるのね。で、パーマカルチャーデザインっていう手法で、こう収穫時期をあえてこうずらしてデザインして植えているんだけど、今この時期は5月の末から6月にかけてはベリーパラダイスが始まって、最初なんかそう、最初これ夢のようなさ言葉なんだけど、最近のなんかパートナーのジュン君の名言が、なんか毎日空からベリーが降ってくるってボソッと言ったの。でもなんかまさにそんな感じで、なんか4月のイチゴから始まって、グミって知ってる？昔ちっちゃい頃食べなかったグミのがすっごいいっぱいなって、グミで今ラズベリーがボール毎日いっぱい取れて、でそしたらブラックベリーが黒くなり始めて、ブルーベリーもスタンバイしていて、みたいな、このリレーのバトンのような夢のような追われるね。でもね、本当だから結構来てもらって、来た人にみんな取ってってねとか食べてねっていうのと、まあ鳥よけもしてるんだけど、鳥ももちろん食べに来るけど、鳥が食べきれないほどあるぐらいで、今年はありがたい、本当に梅雨がね、確かに遅くなったからっていうのもあるんだけど、そう、なんか収穫もしたいし、最近フォレストガーデンに来てくれる人も多くなったから、その人たちにも食べてもらいたいと思うと、なんか保存したくなったりして、まあそうこうしてるうちに、さっきもよちと話してたけど、梅も収穫したまま、つけてよみたいな感じの梅からのね、香りのプレッシャーが、ね、そうそうそう、家の中に広がってるよねみたいな話をしたりとかして、そう、なんか本当にありがたい忙しさなんだけどね。そうだね。そう、ようちはタカさんはどうですか？まあ、タカさんは追われてるとは言ってないけど、ようちは追われてるって言ってたから。そうだね。私も梅だし、梅をつけたいくて、
広げてずっとね追熟させてるんだけど、それがもう家中に香りながら、はよう塩漬けせろやみたいな感じでなんか脅されていて、うん、でらっきょうもできればね雨に濡れる前に掘りたいから、まあ結構どんどん注文いただいてるんで、その分を掘らないといけないし、玉ねぎ、じゃがいもとかでしょ。なんかハーベストって秋のも言葉だと思ってるけど、この梅雨前の6月っていうのも裏で、うん、今年やってないけど小麦の作ってた小麦も収穫して、うん、でも小麦作ってたらさ、小麦ってすぐ虫が来るから乾燥させたらすぐ脱流して、うんうん、まあね、なんていうかな、もう製粉する状態に調整しないといけなかったりね、めっちゃ忙しいシーズンで、並行して田植えも準備、うちも田植えは諦めたんだけど、あ、もう諦めたんだけどね、もう無理で、でさつまいもも刺さないといけないし、まあもうありとあらゆるものが一度に来るみたいな感じで、うん、なんか昔の人ってこういうのどうやって処理してたんだ。今だとさ、うん、梅干しにするんだったら平らに広げて追熟してればいいけど、うん、なんか冷蔵庫とかもない時はさ、そうだよね、どんどん収穫されるものをどんどん塩漬けしたり、うん、なんかねそういう知恵があるんだろうなとか思いながら、それをどこまで自分に身につけられるかなみたいなことをね、毎年思いながらやってんだけど、ベリーもね、そうだね、うん、うちも桑の実があるから、桑の実、うん、私ブルーベリーのジャムより桑の実のジャムの方が好きで、うんうん、結構ね雨が降るとベッドベトになるから、うん、晴れてるうちにって、それも摘まないといけない、摘まないといけないってことはないんだけど、摘みたいし、摘みたい、あ、そう、なんか今年のそう欲張り、ね、自分が欲張りなのは分かっているけど、あ、本当、いや、うん、でも今年の私のテーマが食べ逃さないっていうのを掲げたので、だからもう全部食べたいみたいになっちゃって、全部味わうみたいになっちゃって、それを忙しくさせてるっていうのもあるね。そうだね。自分が自分で忙しくさせてんだね。だから幸せなんだけど、そうだね。なんてこんなに時間があっという間なんだっていう感覚が、あるね、この時期は、うんうん、そうだね、そう、そういう忙しさを喋ってたらね、さかさんがねそれここで振っていいの、そうそうえ、 あの目の前のね忙しさにわーって追われてて、まあもうミクロな目の前の近いところで追われてるなっていう風なことを語ってたらね、さかさんがね、うん、さっき面白いことをね教えてくれたんですけど、そうね、そうね、星の話でしょ、うんうんうん、多分今のこの高まりはもうどうしようもないんじゃない、うん、うちもさ梅の実が届いたりするわけですよね、うんうんうん、ドカーッと、うん、で選別枝とか葉っぱも入ってるみたいなところからさ、うん、選別していくんだけど、途中で、うん、お、これってもう届いてる時点で下の方結構危なくねってなった時にすごいテンパってくる、あーなんか早くていうかこんなに仕込むだけ塩あったっけみたいな、うん、で追われたよ何日か梅なんか全然そんなつもりないのに突然届いて、うん、家に俺しかいないみたいな状態になった瞬間があって何日か梅漬けと、あ、てか梅干しももう今漬けるしかないなっていうので始めちゃったり、うん、そうなんだよね、酵素を作るみたいな感じで、うん、そのミネラルの入ってる糖を
1:1で入れて、うん、のやったりとかさせられるみたいな感じがあって、あとねちょっとお祝いの共有で花屋という中津の商店街の中にコミュニティスペースを作って今運営しているんですけど、主に松村志保ちゃんというメンバーが中心になって、火水木金昼から夕方ぐらい適当に不定期に八百屋さんが始まって、うんうん、でねちょうどまあ風紀工房の斜め向かいだからっていうのもあるんだけど、能勢、大阪の北の方の能勢の、雪の自然農をやってる農家さんが届けてくれて、そこでおしゃべりしたり、うん、あと羽曳野っていうちょっと南の方だ、ね、からも農家さんが来てくれて、その時にちょうど話ができたりして、うんうん、ですっごいもうトマト、ミニトマトどっさりとか玉ねぎどっさりとかして、うん、追われてましたね。トマトもここで1日でほぼ売り切れ、でやっぱり玉ねぎ話で去年用地からね、梅雨が長いと土の中でぐじゅぐじゅになっちゃって、うん、なんだって言ってたのが、今年梅雨が遅くなったおかげで、うん、結構玉ねぎ良かったんじゃないですかなんて予想で言ったら、そうなんですよみたいな、今年はもうすごい良くて玉ねぎは、去年大変だったんですけどねみたいな立ち話を、その初めて会った兄ちゃんと俺で盛り上がってると、ばあちゃんとかがこれあんた作ったんみたいな感じ絡んでくる、してその対応に追われるみたいな、やっぱりなんか聞いてて思ったけど、うん、もう本当にエディブルシティ、都市の食を変えていく、あの畑や森っていうところが忙しくしてる時は、うん、町の人も手伝いに行ったりとか、うん、またはその位置を開いたり受け皿を作ったり、うん、なんか八百屋でそれを全部とりあえず何でもいいからもう持ってきなみたいな感じで、それをなんか食べ残さないようにしたりっていう、うん、やっぱり上流と下流がつながってる感じっていうのが今すごい切られてるよね、うん、ダムみたいに仲介業者がブラックボックスっていうか見えなくて、どっから来たかも分からなくて、誰が作ってるかも分かんないし、うん、作って人も誰が食べてるか分かんないみたいな、うんうん、そこがなんか気になるよね、食とコミュニティっていうか、うんうん、なんか暦オタク的には今旧暦のさつきなんだけどさ、うん、さっていうのは田植えの神様なんだよ、うん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 、でその田植えの神様が蔵って言われる依代に降りてくるのがさ蔵だから、うん、桜が咲くっていうのは田植えの神様が地上に降りてきたぞ、うん、なんかそれが具体的には多分土の方に陽気がもう集まって、今年もちゃんと土に下ろしても芽が出てくるぞっていうので、みんなでお祝いして感謝してお酒飲みながら多分打ち合わせしてんだよね、どうする、さつきの頃空いてんのかみたいな、もう息子は帰ってこんのかみたいな、ちょっとさつきは忙しいからちょっと帰省させといてくれんかとか、うん、牛が足りんからちょっと隣の村から借りようとか、どっから水引いていくかみたいな、そうそう、もうそういうことをガヤ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 やって、うん、みんなである程度忙しくしてるっていう感じだった気がします。うんうん、うん、そうだね、そのさのついた言葉がすごいたくさんあるんでね、さつきも結局田植えの神様が来る時期季節でさつきとかね、うんうんうん、今がまさに、うんうん、今降りまくってるから、うん、まさに天から降ってくるみたいな、うん、天からどんどん来て、で来月は水がみなぎる水月で雷が落ちて、それでまたバーンってエネルギーがすごい来て、うん、発生がする、うんうん、すごいね、日本語って美しいよね、うん、全部つながってるっていうか暮らしが、そうだね、うん、そのなんか季節の流れっていうかね、この時期には梅が取れて田植えもあるし、とにかく忙しくなるぞっていうのを知っているから、じゃあその前に例えば梅をつけるために塩を炊いとかないといけないっていうので、多分そういう時期がちゃんと用意されてたりするんだろうなっていう、そういうこう日本人がずっと続けてきた
生活の知恵っていうかリズムっていうのが一回切れちゃったから、うん、こう私たちはもうなんか追われながら、うん、あこれを経験しながら自分で見つけていくみたいなところがあるけれど、うん、なんかそれをもうコミュニティとしてこの季節にはこれがあって今の時期にこれをやっとかないととか、例えば竹をさ野菜の支柱にしたりとかするじゃん、うん、ああいうのだってさ冬のうちに切っとかないと腐れやすいとか知ってるから、うん、冬の農閑期の時に竹を切り出しておいて、うん、で夏にその畑で使うみたいな、ね、そういう知恵とかもやっぱりね、うん、ちゃんと受け継がれてきたものがあるんじゃないかなみたいな、うんうんうん、なんか竹切る時もうちは新月伐採にして水気が一番少ない時とか、うん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 、それを秋ぐらいから冬にかけてやったりとか、確かに冬は炭焼くからその炭の熱で竹を一回炙っとくからそれを今使えるとか、うんうん、なんかそういうときっと昔の人がやってたことをやりながらも、うん、あとなんかここ数年ずっとフォレストガーデンって本当多種多様な生き物とか恵みがあるから、地球歴に全部自分たちの暦を書き込んでいて、あの今もちろん忙しいんだけど、まあ、収穫量が上がったからありがたい忙しさもあって、うん、でも、うんうん、この時期に何をするかっていうのを去年今年の予定を書いてるのね、うんうん、今は来年の予定を書いてるの、何が咲くとか何が収穫とか地球歴にぶわーって書いてるから、だからなんか、うん、まあ、タカさんじゃないけど、ヨウちゃんだけど、次何来るか分かって入れる状態ってすごくよくて、で、まあ、地球歴はね、その月の動きとかさ暦とかさ書いてるので、うん、なんかその来年のためにだからよくさ、うん、私もやっちゃったと思うのは冬用二重カーテンにしてんだけど、うち昨日も慌てて干しまくったんだけど、うん、来年の私に向けて冬用カーテン早めに干すとか書いてあったりとか、うん、あのいつもなんかそう、うん、っていう時期にあーフリースがかびたみたいなのを一昨年ぐらい経験してから、うん、もうすぐ圧縮するみたいなとか、なんかいろいろ書き込んでそういうことも書き込みながら、なんか来年はもっとなんか I can do better って感じな、なんか本当にもうちょっと余裕のある6月だけど余裕あるねってラジオで喋りたいね。そうだね。その記録って大事だよね。あの丸いカレンダーって本当やっぱさ、うん、そういう脳とかやってると、うん、すごい大事でさ、うん、あの横に並んでるカレンダーだと1年をかけ通しての作業歴になるから、うんうん、やっぱあの丸いカレンダーってお面白いよね、うんうんうん、なんか年を重ねるにも関係するよね。なんかそもそもそのさ、うん、年って言葉と年っていう言葉の意味自体もさ、あんまり受け継がれてないじゃん。ああ、うんうんうん。なんかイヤーの日本語訳ぐらいの軽い感じ。イヤーの意味も教わってないし。うんうんうん、でも、年って俺が知ってることで言うと、年ってもともとは実るっていう漢字、難しく書く。のぎ辺に念じるで、実りって書くじゃん。うんうんうん。で、それが年。つまり実りをもたらすものを年と言っていて、うんうん、その星っていうかさ、宇宙が巡って季節が巡って乾いたり湿ったり雨が降ったり乾いたり暑くなったり寒くなったりしている、その巡りのおかげで実りをいただいている、その実りをもたらしてくれているもののことを年と呼んでいったんだよ。うん、で年っていう言葉は年神様って言葉と結構セットで、うんうん、年っていうのはそういうふうに年を重ねてきた経験者である先祖のことだったりするんだよね、うん、年神様っていうのは実りをもたらしてくれる存在たちなんだけど、うん、主に
先祖たちのことで、でそれは別に人間だけじゃなくて、今までこの瞬間死んだものも含めて、うん、今まで生きて死んだ者たちのおかげさまで今の実りがあります。土の中に入れられた生き物が死んで、そのおかげで今生きている命があります、うんうん、それを食べて、その人その食べ物は死んで、僕は今生きています。うん、常にこの命は動物や植物や微生物も含めて、ご先祖様たちのおかげさまでこの実りがある、うん、そのご先祖様方のことを念って呼んでたんですね。それが実りをもたらしている。でそれが巡りのことであって、巡りということは恵みのことである。おお、すごい。そうだ、これはさ、やっぱりネイティブアメリカンの大学教授ロビン・ウォール・キマラーって人がよく言うけど、西洋の科学を否定するんでもなく、ネイティブアメリカンの伝承の科学を否定するでもなく、あの代々伝わるその我々の部族に残るその物語を否定するでもなく、その3つの角度から語ること、科学も否定せず語り、そしてそのネイティブとしての伝承の知恵も語り、そしてその末裔として生きる私の物語として語るっていうので、物語を三つ編みにしていくことで理解が進んでいくんだ、うんうんうん、でその先に今争っていたり対立している価値観同士も結ばれる時が来る、うん、それを三つ編みにしていくことが私のやってることであって、私たちが今みんなでやってることなんだっていうことを言っていて、それがなんかすごく思い出されますね、うん、素晴らしい。いやなんかそう思うと、まあ、前半の部分で前回年を重ねることを、うん、まあ、ネガティブでもポジティブでもどっちも織り交ぜて話したところにつながるなとすごく感じたし、年を重ねるってことは本当に、まあ、いろんなこう年々その記録だったり、さっき言ってた記録だったり、なんか私たちも年になるっていうかさ、なんかっていう気持ち、うん、なんかいろんなものを蓄積して食べて、なんかそれがどんどんこう体になったり、なんていうのあの土の層みたいに、なんか私たちも入っていくのかな、これからっていう気持ちがすごく出てきて楽しみになった。うん、またなんかさ、その今の時代だから、例えばその地球歴みたいな、うん、惑星の動きも分かる、うん、暦が生まれたりとかね、うん、そういう新しいテクノロジーと伝統文化がそれこそ三つ編みされていって、うん、新しい文化になっていくっていうのは面白いね。ドミニク・チェンさんっていう人がぬかロボットっていうのを作ってるらしくて、ぬかロボット、なんかぬか床って100年ぐらいのぬか床持ってる人とかもいるらしいの。すごくない？すごい。100年、150年の梅干し食べたとかいう話してたけど、ぬか床100年ぐらい保ってる人がいるらしくて、そのぬか漬けめちゃくちゃうまいらしいんだけど、そのドミニクさんもその自分の手で混ぜてつないだぬか床を長くめでたいっていう気持ちが強いんだけど、どうしても3年ぐらいで失敗したりとかっていうのを繰り返してきたから、どうにかできないかなっていうので、ぬかロボットっていうのを開発して、そういう自動的に混ぜてくれるとかじゃなくって、そのぬかの状態をなんかpHとか測ってたものを教えてくれるらしいのね、通知で。で、今日混ぜてないでしょうとか言ってくれるんだって。で、ちょっともう野菜変えた方がいいよとか言ってくれるんだって、そのロボット。さ、なんか新しいテクノロジーと合わせて、日本のこのなんかすげえ文化とさ、編み合わさっていったら面白いなって思って。それよくない？いや面白いね。なんか
きっと多分今まで大事にしたことも大事にしつつ、でもさらに私たちが今想像もできないことが起こるよね、うんうん、それもなんか楽しんでいけたらいいなって、うん、なんかそんな風に思いました、うんうん、いや今日もいろいろ知らないことをいろいろ発見しましたが、お時間もあれなので今日はこの辺で、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組への感想、質問、こんなテーマで話してほしいなどなど、info@3rings.shop へ皆さんからのお便りもお待ちしています。ではまた次回、新月ですね、にお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。